おばんでーというわけで本日はこちら、新宿駅からすぐそこルミネエストにございますビタースイーツビュッフェにやってまいりました。そして本日はなんとゲストをお迎えしております。こちらどうもワキ TV のワキさんですワッキーでーす。なんでもこちら、はい、ワッキーさんが以前動画でご紹介されてたっていうことで、はい、そうですね、おすすめなんですよね、はい、まあもう女子のに大人気のお店なんですけれども。なるほど、はい、竹中さんはいつもラーメンとか油っこいものばっかり食べてるんで、はい、たまにはちょっと女子ロックをつけてもらこちらスイーツもあり、はい、普通のお食事も食べ放題ということで、わ、ね、かりました、はい、じゃあ早速、はい、牛丼食い行きましょう。ありがとうございます。すいません突っ込んでいただいて初対面なのに。というわけでね、じゃあ早速こちらのビタースイーツビュッフェ、はい、張り切って行ってみましょう。というわけでこちらがチーズが入ってないと思われるおかず系の食べ物全部です。僕はねこんな感じですね。というわけでワキさんはチーズが入ってる食べ物を担当してもらってます。それでは早速いただいてみましょう。まずはこちらサラダから。あ、うまっ。なんだこれ、ドレッシングは和風ドレッシングか。これ美味しいですね。はい、そしてこちらが欧風カレーとトマトパスタとロールキャベツのトマト煮。はい、それではお待ちかねのこちらのハンバーガーいただきたいと思います。うーわ、これね、食べ放題のレベルのハンバーガーじゃなくて、このね、肉厚なハンバーグの奥に肉汁がじゅわっ。嘘だろ。すいません、空振りしてしまいました。あの、僕も空振りいいですかね。え、いけます。竹中さんの動画でね、はいはい、ちょっと予習してきたんですよ。食べてくださいよ。これ、ほんとうまそうなハンバーガーですよね。これ、ね、それではいただいてみましょう。うわできないな。いやもうできてましたよほぼ。いや、やってましたね。食べるの下手くそなんですよ俺。いつもねうまく食べれないんですけれども、いただきたいと思います。うまっ。ピクルスとかトッピングもできるんですけれども、それちゃんとカスタムしてたら本当に普通のハンバーガーだ。うまい、これ食べ放題嬉しいですね。これパンに挟んでもうまいかもしれないですね。いやー、ワッキーさんのピザとかも結構うまそうっすね。気になる方はぜひワッキー TV チェックしてみてください。はい、というわけでこちらおかず系の食べ物は完食です。はい、というわけでね、やっぱこうハンバーガーおかわり自由っていうのありがたいですよ。はい、というわけでこちらがスイーツ全種類です。
こちらのねクレープやワッフル、その場で焼いていただけるっていうのがありがたいですよね。まずはクレープからいただきましょう。出来たての熱々の生地とこの冷たいアイスクリームの両極端な感じがうまいっすね。こちらワッフルもむっちゃ綺麗じゃないですか。これ食べ放題のレベルじゃないですよ。かわいい。どうですかこのワッフルね。うん、表面はサクサクで中はしっとりで、アイスの冷たさ、すいません、あまりのうまさに馬寝してしまいました。いいんですよ取らなくて寝てるところを。何ですかワッキーさん。マシュマロちょっとこれいいですね、食べてみたいと思います。はい、いきますよ。すいません、あまりにも美味しそうだったんで口に入れる前に寝てしまいました。馬ねフライング、フライングですよ。こちらね、なんかこうベリー系のゼリーでしょうか。うん、出ましたね、馬ワッキー。馬ワッキーなんで気づいたんですか。全世界のもんでしょこれ。絶対笑っちゃいますよ。誰、はあ、こんなことばっかりやってると。はい。出た。いや目にいっちゃってるよ。目にいっちゃった。もらっちゃいますよこれ。はい、どうぞ使ってください。はい、というわけでこちらスイーツ編完食です。はい、というわけでいただいてきました。いやーね、スイーツもさることながらハンバーガーね、あれ食べ放題だっていうのがね嬉しかったですね。皆様もお近くにお立ち寄りの際はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。以上、こちら新宿駅のすぐそこルミネエストにございますビタースイーツビュッフェよりお送りいたしました。ごちそうさまでした。